嘘ばっかり言うなよって話題やな。岸田文雄、岸田文雄やな、日本のトップの。28日夜、24年度の予算の成立を受けて記者会見、国民に対する物価高を乗り越える2つの約束として、まず今年物価上昇を上回る、所得を必ず実現する。しないわ。物価が上がってね、物価が上がって、それを上回る賃上げってね、年金生活者、今3人に1人ぐらい年金生活者なのに、そんなもん物価上回るほどのね、賃金上昇ってどの口が言うてんねん、ドアホーって。もう岸田はほんまに口から出まかせしか言えへんおっさんやで、ほんま。で、来年以降に物価上昇が上回る賃金の値上げやな、必ず定着すると表明した。嘘ばっかりつくなよ、ボケって。嘘ばっかりつくなよ、ボケって。もう間違いなくやで。嘘やんか。もう今でさえ嘘やん。年金生活者の人ってね、正直ね、もらうお金が決まってる年金生活者って、これから先、年金生活に入る人もやで。岸田の論理で言うたら、これから先年金もらう人は、もらう年になるほど、たくさんお金をもらうっていうことにならなあかんねん。この岸田の論理やったら。上場企業やで、全国にある会社の10%もない上場企業が賃上げしたからって言って、物価上昇を上回る賃上げをね、実現して定着させるって、もう嘘やんか、最初から。上がるわけあれへんやん。頭悪いんやろな、この人は、ほんまに。岸田ってほんまに、喋れへんと思っとったら、何も喋れへんけど、大事なことも。喋る言うたらもう、誰も聞きたくないことを勝手に喋って、墓穴掘ってるケースが多いよな、これ。で、これね、アンケートが出てんねやんか、これ。ね。世の中の物価が上がったと思いますか？物価を上回ってね、賃金はその分上がりましたかっていうアンケートについて、上がったと思う0.4%。なんとなく上がった気がする4%。残り全員、なもん、賃金なんか上がってるわけないやんっていう人がほとんどやん。嘘ばっかりやんけ、こいつ。はよ解散して選挙しろやって。自民党以外書いてあるからみたいな。その気満々やのに、みんなやで。こんなこと嘘ばっかり言っとんねん、岸田のドアホが。